ちは、こんばんは。ゲーム動画のイコです。サッカークラブ育成シミュレーションのチビットは始めていきたいと思います。いよいよ開幕です。最初は浅草サンダーボルト戦。こちらの選手データはご覧の通り、相手は C が多いな。ただし気合ダーの部分が S なので気をつけなければなりません。では早速公式戦です。スタメンでいきましょう。アウェイですね。浅草ライジンスタジアム、敵地に乗り込みます。こちらの勝率は 40% とやや上回っておりますね。昨年2位でした。さあ、いよいよ運命のキックオフ。でもスピードがすごい速いな。気合いもそうだけど、ああ出しちゃった。ピンチです。要すると手を取られるフラグなんで、他の突きがしっかりボールにしております。また気合でぶつかってくるからね。思わしそうに打ってるから、惜しい。もう一回クルビエーター選手権、カーカリバーズ選手権を奪いました。高崎ペーサが気合を上回ったか。などかというクルビエ、危ない。バーに救われました。ボールを持っておきたい。お、縦シュートをチャンスを得ようとしましたが、これはちょっと無理があったか。決まるときは決まるんですけどね。今度はピンチ、ランクを救う。公式戦やっぱり血がもなき異常感が。今度は相手が出してしまいました。これに2点目。見事なヘディング。しっかり確実に決めていきます。クルミ、さあ取れるとですね、相手も2点差つけられた場合は攻撃的に変えてくるはずです。こんなになってるのか、そうしてるのかな、変えてないのかな。選手交代だが、誰もまだ電池ランクは2以下になっていないので、そのまま行きます。トリノか相手はエースストライカーは、そうですね、やっぱり攻撃的布陣に切り替えてきてますね。
香取の強烈なセンタリングを鶴橋が見てきます。そろそろ選手変えた方がいい。今一気に変えた方がいいんだ。どれどれ変えましょう。二人変えます。ちょっと届かないだろう。そういったクリア。これはいけません。すくいました。これはちょっと見とくかな。見つけやすい。受けパス。届かない。相手の攻めが続きます。クリノ、座っててパスを同点が見えてしまった。完全に切り抜けてましたね。この後攻めに行かなければなりません。相手の気合がどんどん、爆発してますよね。華麗な技を思い出すんだ。だから押されております。ただわー、一発で嘘だろ。今1分しかありません。あー、破れてしまいました。開幕戦、あとの開幕戦だ。1点取ったまではいいんですけどね。先生ボレー、先生気合を押し潰そうとしていたんですが、ここから相手の反撃が始まってしまいます。その手の攻撃に切り替えたんですよね。一気に縦パス、香取ですね。もう縦パスを出せるじゃない。そう意識するようになってます。これは危なかった。一気に前に向かってしまいます。そしてついにですよ。普通に真ん中は介在しない。
隙間と捉えるだけの世界。そしてその時は訪れてしまいます。の開幕戦となりました。シュートを放送は相手の方が何とか多かったですからね。試合は放送で那覇戦です。10位です。勝っておきたいですね。水彩特区スペースのケアを意識しましょう。ということで、次の瞑想で何戦こそ勝ちましょう。よろしければチャンネルと高評価お願いいたします。概要欄に表示されているプレイリストのブログ、ツイッターもぜひご覧ください。ツイッターのフォローもお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画の一行でした。